はい、ロンシャンです。ニーヤリンカーネーション、今回は攻略してきました。主観の記憶、あ、記録だっけ、10階層攻略方法教えます。まあほぼ覇王の記憶と一緒ですね。ご了承です。でちなみにこの10階層っていうこの10を矢田とアピールしているのは9の攻略が不可能だったからです。もう何言ってるんだお前って、10階層言ってんのに9攻略できないってどういうことだよって思うかもしれないんですけど、9があからさまに難しいです。意味がわからないぐらい難易度が上がってます。あれ何なんすかね、なんで9だけあんな難易度高いのかよくわかんないです。俺の相性が悪いだけなのかもしれないですけども、なぜか9だけは全然勝てません。こっちの今の10階層だったらだいぶ安定して、まあ今10階中6回は勝てるかなみたいな、4回は負けるけどっていう、そんぐらいは安定したんですけど、9回においてはもう10回中もう10回負けます。マジでもうストレス溜まりますこれはい、ということでまずは10階層攻略の編成見ていきたいと思います。待って、これ9階の名残が残ってますね。絶望してました。はい、装備が闇武器になります。枕の武器だね。これ枕の武器体験めちゃくちゃ強いです。一回装備してから説明しましょうかね。でこれでいいですね。総戦力7万5000で10階層突入しました。なんとか勝てました。でこれなんでトタン武器風属性装備してるかっていうと、時間を稼ぐためにわざと闇属性武器じゃなくて風の全体攻撃力が上がる、一応バフが持ってるトタン武器装備して強引に突破してます。まあこれと同じスキルがある武器だったら別にこの体験じゃなくても大丈夫だと思います。これと同じスキルがそもそも存在してるのか俺は分かんないんですけども、まあもしかしたらトタンシリーズは全部これのスキル持ってるのかもしれないんで、持ってる人は一応頭の片隅にでも入れておいてください。で、編成が今回はちょっと変わってまして、覇王の時と比べて、覇王の時は1回耐えるっていうモーションを入れることで確実にコンボつなげるっていうのがあったんですけど、今回は時間をできる限り稼ぎながら戦わなきゃいけないんで、まあ、ランクが低いせいなのかもしれないですけど、まあ、ちょっと変わってます。でまあ A2 は変わらないです。ご利用し編成のためにクリティカル率上げてます。で争いの景気シリーズ入れてます。これなんでかっていうと、まあ、単純に攻撃力上げるためですね。ボスを一撃で殺すためので、さらにこの、60秒自分の防御力 20% ダウンっていうのがあるんですけど、デバフで、まあそんなに影響ないかなっていう、いやまああるっちゃあるか、あるっちゃあるんですけど、それよりもとにかく攻撃力を上げてひたすら時間を稼いで戦う方法が一番安定しました。 HP 上げてもボスミリ残ししちゃったりが多かったんで、これが安牌でしたね。ただ今から教える戦い方は、俺より戦力が高い人だったらそのもう普通に余裕で勝てると思います。俺より戦力高いのに勝てないって人はやり方が多分間違ってるだけなんで、今のうちにこのやり方を覚えて頑張って挑戦してみてください。でまあ俺と同じ戦力でご了承したいって人は、まあこの編成でいけば頑張って勝てるよっていうのを見せようと思います。はい、で一応集中してやりたかったんで動画に収めてきてます。なので今からちょっと画面切り替わりまして動画の方の実況に移ります。じゃあ今画面変わりますね。はい、今ステージ読み込み中ですね。で倍速はかけてないです。いきますね。でまず第一目標として1ウェーブ目で武器スキルを使いたいです。はい、これ2ウェーブ目でいっちゃうと運が悪いとサクサクいっちゃって武器スキル溜まる前に勝っちゃうんで、じゃあ何だっけ、武器スキルが溜まる前にボス戦入っちゃうんで、基本的には時間稼ぎしながら武器スキル溜めてきます。でこれ今敵をまばらに攻撃してます。あの左の方を注目してくれれば分かるんですけど、頑張って、目標ずらしてますまあ今ちょっと言っちゃったんですけど、 A2 が要なんですけども、 A2 がこのずらしの自己要因にもなってくるっていう、なかなか難しいキャラですね。ただ一応1ウェーブ目で武器スキル使い切りました。で2ウェーブ目はひたすら時間稼ぎですね。武器スキルが溜まるのを待つのと、まあ武器スキル溜まるのを待つのか、そうですね、待ちますねひたすら。で今左注目してもらえれば分かるんですけど、カーソルいちいちちょこちょこいじって変えてますね。
うん、基本的に A2 が動いたら違うやつに変えるとか、 A2 が攻撃するときにミリのやつに持っていくとか、そういう風にすることで時間が稼げます。うん、 A2 はできる限り体力マックスのやつにぶつけない方がいいです。最悪一撃で持ってくんで時間稼ぎができなくなります。はい、でこっからはもう武器スキルも溜まってるんでいきますね。まずにってなんだ、まずはボスを選択で、お供スキル発動、武器スキル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  9S2B なんだっけ、 A2 の武器スキル、 A2 のプレイキャラクタースキルか、これで勝ちになりますね。で基本的にはバフの方を優先して使うようにしてください。今の 9S だと武器スキル 1、2B だと武器スキル2、A2 だと武器スキル1がバフあります。この枕の武器の体験は闇属性の火力が上がるんで先に使うようにしてください。はい、でこれで一撃で持ってけます。まあ A2 ありきの戦い方なんですけども、うん、てかこういうのやってて思うのが、 A2 がどれだけ必要なのかっていうのがかなりわかりますよね。高難易度においては戦力が低くても A2 さえいればなんかどうにかゴリ押せるんだなっていうのがなんとなくわかりますね。あ、でちなみにこれ俺 9S 入ってるんですけども、多分 9S 以外のキャラだったらもっと安定して戦えるかもしれませんね。 9S 火力が低いんで、フィオとかアケハは多分ディフェンス型だからあんまりいいだろうけど、フレンリーゼとかそっちの方がいいのかもしれませんね。フィオもいいのかな、あとリオンも火力見る分には 9S より高いかなみたいな感じのステータスでしたね。はい、でちょっと画面戻りまして、まあこんな感じですね。10階層はサクサクです。覇王の記憶と同じような戦い方でどうにかなります。あ、まあ覇王の記憶よりはちょっと事故が多いけども、うん、まあこっち回るのが安牌っちゃ安牌ですねこっちだったらほとんどの確率で成功するんで失敗はほぼないです。でちなみに9階はマジで鬼畜です。結構挑戦してるんですよね。まずみんなにこの9階という壁を乗り越えてほしいんで、ただ俺がこの9階の壁を乗り越えられないです、申し訳ない。でなんでじゃあクリアしたのっていうのがあるんですけど、もうほんと昨日たまたま一発目を食らったんですよね。なんだっけな、戦い方的に相手のあの範囲や、なんだっけ、暗黒属性ビームを一回食らってからコンボつないで一撃で持ってくっていうのをやろうとして、もうやったらあの野郎を口が悪くなってますね、この3キャラに暗闇外したんですよね。もうほんとただの奇跡でした。でそのまま一気に持ってけたっていう運ゲーでしたね。はい、こんな勝ち方あるんだみたいな、そんな感じでした。まあ、とりあえず9階層挑戦しましょうか。なんで9だけ初動早いのかが、いきます。待って、ここもまた同じ風に時間稼ぎしようかな。奇跡的に勝てたらみんなに見せたいんだけど、あーいいね 9S、 その弱そうな感じがいいんだよねこれさ、倍速にしない時の なんでこんなスローになるんだろうね。等倍ではないよねこれあからさまにみんな動きスローなんだけどっていう。あ、やべえ、武器スキル使ってなかった。これね、 9S のね残してくれるのが助かるよね。はい、ちょっと2人しか使えなかったんだけども、まあ、1人だけだったら2ウェーブ目で使ってもそんなに影響ないと思うんで、まあ、使っちゃいます 2B の分は。であとはひたすら時間稼ぎですね。あっと、頼む、殺すな、ダメだね、もうそれ出ちゃうとね倒しちゃうんですよね。まあでもこれで武器スキルたまるかな、たまりそうだね、いけるね。そしたら準備ですね、お供スキルのこれ項目出しといてください。あ、でもなんかこれ、なんかこれうまくいきそうな気がするな、いけるかな、いきますよ。真ん中選んで、まずは敵真ん中選ぶ、行く、攻撃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 、あーダメだな、相手、あー俺やっぱこうやって動いちゃうんですよね、こっちが溜まる前に。これがなければ全然9回余裕で勝てるんですけど、なぜか9回のこいつ早いんですよね。なんなのこれ、ダイエットでもしたなんか10回層で増量したのかな、筋トレ頑張ったのかしらはい、まあこんな感じでどうしても割り込まれちゃうんですよね間に。
それこそ最初の頃2倍速でやってた時なんか地獄でしたね。もうなんかピンポンダッシュの早技対決みたいな。ちょっと例え悪かったね。意味わかんねえわ。本当にもう。これはどうだ？そろそろ相手が来るんじゃない？あ、来たね。ああ、でも、あれこれ勝てんじゃね？ちょ、待って。暗闇かわしたぞ。あ、ダメだ。ナイエス死んだわ。ああ。いや、でも今。ああ、ダメだね。先に動かれちゃったね。で、一応相手、お、外してる。相手、暗闇も食らいます。食らうんすけど、お前本当に暗闇食らってんのかばりに当ててきます、攻撃を。もうそれも理不尽極まりなくて、怒りが込み、あ、ほら、一応ね、今見えるかな。暗闇入ってます、あれで。あ、でもな、待って、これ勝てんじゃね？あ、なんか勝てそうな雰囲気。勝てそうな雰囲気出てるよね、これ。という体力5万2000残しらしい。え、嘘？え、今日散々やってたんですけど、俺。そんな、こんなところで勝てちゃう？あー、でもやっぱ、いや、無理か。外せ。あ、でもミスった。跳ね上がった、ミスしたのに暗闇食らうってどういうこと？今ミスって出ましたよね。まあ、こんな感じで、こいつは理不尽ですね。ミスしても暗闇当ててくるんで、もうどうしようもないですね。そう思うとさゆり意味ないね。じゃあ本当にこの暗闇を回避できるかは運ゲーってことですね。はい、頑張れ。ダメですね。いけるか。ちょっと倍速にしておくか。ここをそんなゆっくり見る必要ないもんね。あー、ザコに事故らされそう。あ、でも、え、嘘。はい、こんな感じですね。せっかくボス倒したのにザコにやられてしまうと。まあこんな感じで9回はちょっと運ゲーになってるんで、申し訳ないんですけど攻略教えることができません。10回はあのやり方でもう全然余裕で勝てます。9回は誰か俺に情報をください。まあそれか黙って戦力上げるかですね。俺みたいな横着者でもう低い戦闘力で早く10回行きたいって人は、まあ試しにこのやり方で挑戦してみてください。ということで今回はここまでとさせていただきます。みんなも士官の記憶攻略頑張ってね。それじゃあシアンでした。またね。